こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか。しばらく会わないうちに関西弁うまくなりましたね。よく努力されてるようだ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか。用があるなら早言うてください。柴田はん礼服ですか。今日は誰かの葬式ですか。いや、それは別に。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけて行ったみたいです。そうですか。担当直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや。上野清和会を今潰すのは得策ではない。堂島組長がそう判断したということです。何やと。そう興奮しないで。これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田はん、ちゃんと説明してくれや。そもそも今回の上野義治襲撃の計画、あれは堂島組が都内の島拡大のため計画したのがことの発端です。その計画を堂島組は笹井組へと託した。そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の冴島がやることになったんや。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか。何がや。我々東条会はどうして出所直後の上野義治が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか、考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか。上野清和会の総長ともなれば組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。内通者。狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか。それじゃどうして上野は。おそらくこの計画、裏で上野清和会の裏切り者と東条会の裏切り者とが手を組み仕組んだものなんです。裏切り者やと。ええ、上野が出所後そのラーメン屋にやってくるという情報を出した人間、それを仕入れた人間、それが上野清和会の裏切り者、東条会の裏切り者ということになります。それは誰なんや。東条会の裏切り者は分かっています。笹井秀樹、今襲撃に向かっている冴島大河の親、笹井組の組長である笹井がこの情報を仕入れた張本人です。笹井のおじっき。笹井は上野清和会とつながっている。笹井は東条会に上野が現れる場所の情報を流し、わざと我々が襲撃するよう促した。どうしてそんなことを。戦争を起こす気なんですよ。戦争。笹井は東条会が上野清和会に手を出すきっかけを作り出すことで、逆に上野清和会が東条会相手に戦争を仕掛ける理由を作り出そうとしているんです。そないなことして何の得になるんや。さあ、そこまでは分かりません。ただ上野清和会にとってはこれ以上ない戦争の大義名分が出来上がる。何せ先に手を出したのは東条会なんですからね。きっと笹井は上野清和会側の内通者と手を組み戦争の事態収拾に動く。そうなれば笹井は一躍
東条会の幹部候補として名が売れる、そんなとこでしょう。真島さん、今日の襲撃、堂島組の人間であるあなたは言ってはいけない。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。真島さん、私の話聞いてますか？兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせえっちゅうんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、こういった手荒な真似はしたくなかったんですが、残念です。柴田、あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。柴田、なんて野郎だ。この人数相手に手こずらせやがって。うっ、いい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても何にも問題ねえってわけだ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。でけへん。何？俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃあ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。ああそうかよ。答えろよ、なんでお前あの日スカイファイナンスの前の現場にいたんだ。仏の顔にお前の指紋がべったりくっついていた。死体に素手で触れるデカがいるか普通。おいてめえ、俺の話聞いてんのか。聞いてんのかって聞いてんだよ。よし来い。なんだお前こいつ。4コーナーカーブ直線 500m。
何聞いてやんだ。スカイガンブル、そして外の方からディープフライ。てめえ、こんな時に競馬か。たくどうなってんだよ、生活安全かよ。まあ、そう目くじら立てないで。ああ、もういいですか、時間ないんで。時間だ。おい谷村。はあ、なんすか。一つだけ忠告しておいてやる。一人で何を嗅ぎ回ってるのか知らないが、妙なことに首突っ込んでると親父さんの二の舞になるぞ。なんだ、何見てんだ。いや別に。ご忠告どうも。どこ行く。見回りですよ。ケイラは生活安全課の基本ですから。何が見回りだ。どうせ違法営業店を脅して口止めに賄賂もらったりしてんだろうが。まあご想像にお任せします。それじゃ。谷村君、ちょっと谷村君。はあ、よかった追いついて。いらっしゃいませ。
っしゃいませ。
ちょ待て。おう、ケーキはどうや。またですか、谷村さん。いつも悪いね。今月2回目ですよ。月1回って約束でしょ。勘弁してくださいよ。先週入った女、コリアンだろ。留学生か。就労ビザ持ってない外国人が日本で働くのはもちろんだけど、そうと知ってて雇うのも不法就労助長っつう犯罪なの知ってた。捕まれば3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金。勘弁してくださいよ。店の女が警察に逃げ込めねえこと知ってていろいろとちょっかい出してるみたいじゃない、あんた。強姦罪も追加されたい。いや、ところでこの女見かけたら俺に連絡くれ。誰っすかこれ。教えない、警察の機密事項だから。とにかく見たらすぐに連絡くれよ。じゃあまた。好吗？改天再陪你们玩。啊，阿灿。嗨，叫在里头吗？是啊。朴被强制送还，孩子怎么办？是吗？啊，明白了，我来照顾孩子。
啊，别担心。また一人増えるのか。あ、父親が韓国に送還されたらしい。どうして？先日その父親が交通事故を起こしてな。そのまま警察に引っ張られてオーバーステイがバレたらしい。そりゃついてないな。子供はまだ5歳。うちで面倒見るしかないだろうな。その子供の養育費にでも回してくれ。ヤムルか、それともまた巻き上げてきたのか。どっちもかな。まったくお前さんってやつは。まあありがたいのは山々だけどな。あまり無理すんなよ。
何かお客さんが用事があるって店長さんに言われたんですが。驚いたな。え？25年も経ってるのに変わらない人もいるもんだ。やっと会えた。ずっと探していたんですよ。
っぽい感じになります。